年も残りあと2日。自然と今年はどんな1年だったか振り返る機会も増えますが、皆さんにとってはどんな1年でしたか？いい1年だったという人も、ちょっといまいちな1年だったという人も、とにかく1年お疲れ様でした。来年はどんな年になるのかなんて思いを巡らせても、そんなことを考えているうちに気づけば年は明けてしまいます。来年のことは来年になってからのんびり考えるとしましょうか。期待や不安はちょっとだけ置いておいて、こたつにみかん、もしいれば傍らの猫ちゃんと一緒に思い思いの時間を、テレビを見るもよし、動画を見るもよし、そしてラジオに耳を傾けるもよし。この番組も春が来れば早丸3年、4年目に突入します。思えば遠くへ来たもんだ。年内最後の30分、お楽しみください。さて、今日はどんなことを話そうかな。 Time with you 始まります。時俊一ラジオ Time with you。 皆さんこんばんは、時俊一です。この番組は僕時俊一とリスナーのあなたが週の真ん中深夜2時、同じ時間を過ごしていく番組です。年内最後の Time with you。 2021年もありがとうございました。もう仕事納め皆様しましたかね？まあもうだって日またいだら今日30日でしょ？もう大体の方は多分終わってるんじゃないかな。なのでね、もう終わった人たちは1年間頑張った自分をねぎらってあげて、まだまだあるよって人はもうちょっと頑張っていただいて、終わった時に自分を褒めてあげてください。そんなお便りも待ってますよ。さあ、ということで年内最後の時俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、時俊一です。これは私事というか、僕の単なる話なんですけど、師走っていうじゃないですか。師が走ると書いて師走。師って先生っていうよりお坊さんとか、昔はねそういう風なことだったらしいんだけどさ、僕もねそうなんですけど、みんなはどうなんだろうなと思って聞きたくて。僕ね、人が走ってる時に一人で歩いてるの嫌なんだよね。なんて言うんだろう、師走って絶対忙しいじゃん、多分大人になればなるほど。そんな時に、例えばみんながお仕事してる時に一人でゆっくりぼやーっと、なんか今年ゆっくりだなって嫌なんですよ。僕お仕事好きだから、もうなんかなんだったらもう30、31まで入ってて全然いいタイプなんですよ。なんか師走は走るものって、なんかそういうものとして僕は捉えていて、なんかこう12月に慌ただしい雰囲気になるじゃないですか。もう私生活としてもそうだし、お仕事としてもそうだし、なんだったら街の雰囲気だったり、そういうところがそういうモードになってるじゃん。なんかクリスマスとかそういう年末のモードでもあるけど、今年のうちにやんなきゃいけないことがいっぱいあるって、こうそわそわした空気っていうところが僕12月大好きなんですよね。なのでちょっとね、もうみんなは落ち着いてる頃なのかな、どうなのかわからないですけれども、多分今頃僕はてんやわんやしてるんじゃないかなって思います。なので、皆様もね、このてんやわんやしている僕を楽しんでいただければと思います。もしかしたら
疲れ切ってリアルタイムでこれは聞けてないのかな、俺はどうなんでしょうね、その時は皆様、優しく見守っていてあげてください、今回もよろしくお願いします。さあということで お便りを紹介していきたいと思います。リオさんよりいただきました。トキさん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。前に日常生活で不便なもののお話をされていたと思いますが、私が不便だと感じるものはバナナの皮などを閉じるテープ同士が重なっているタイプの留め具です。小さいことかもしれませんが、これなかなかのくせ者です。まず開けるのにテープを探るところから始めるのが面倒な上、テープをつかめたと思ったら途中で切れてしまったり、テープの少し後ろから袋を引っ張って開けようとするとビリッと袋を破いてしまうことが多々あります。私が不器用なだけでしょうか。いや、これわかるわ。バナナの皮閉じてるあのテープ同士が重なってるタイプの留め具ってこういうしかないよね、あの器具。なんかあるのかなね。まあなんかね、ほらより今さ、こうあんまり手に取るまでに人に触れない、その食べ物が空気に触れないようにって言って、そういうのがしっかりしてるタイプのものが増えてきてるじゃない。だからそういうのが特にこうしっかりしちゃってるんだよね。まあ、しっかりしてることがいいことだからさ、これ二律背反なんだけど、でももうちょっとしたらさ、なんかなるんじゃない、もうちょっといい方法がさってなんないのかな、どうなのかな。思うわ。でもこれ俺だってもうあのそこから開けないもん。もうビニールをあのなんつうんだろうね、ちょっとみんなと感覚違うんだけど、あのほら僕人よりちょっと力が強いでしょ。だからあの服のタグとか取るときも決して僕ハサミ使わないんですよ。あの手でプチっていけるから、あの毎回それスタイリストさんたちにあのハサミ使おうよって言われるんですけど、ハサミ取るより自分でちぎった方が早いんですもん。それは置いといて、あの袋の普通にある角っこあるでしょ、あそこからペリって剥いた方が僕早く取り出せるんですよね。だから上からじゃなくて、まあ、いや下からペリって剥いて中を取り出しちゃうから、あのもうもはやそこ使わないんですよね。あとあのまた話がそれるんだけど、あのカップヌードル のカップラーメンとかじゃなくて、カップヌードルの蓋をこう押さえてくれるペロっていうところあるじゃん、あの底についてるやつ、あれをこちらからお剥がしくださいっつって、あそこペリって剥いて、あのフィルムがきれいに剥がせるようになるんですけど、僕あれをペリって剥くとき結構大きな音鳴るじゃん、あのペリってペリどこじゃなくてペリって音鳴るじゃん。俺あの音がちょっと怖くて俺あれやらないんですよ。あの蓋のさ、そこにちょっとこう空間があるじゃないですか。あそこの空間に爪を立てて、あのなるべく俺大きな音が得意じゃなくて、自分の声でかいくせに、そうやってあのそういうビニールのベリって音を出さないように開けるタイプなんです。話がそれました、すいません。でもこのリオさんの言いたいことめちゃめちゃわかりますよ、本当にどうにかなんかそういうのをさ、こうなんとかする100円ショップの道具とかを開発してほしいですよね、あのそう有識者の方よろしくお願いします。さあ続いていきましょう。ラジオネームラギさんよりいただきました、以前お話しされていた日常にちょっと隠れたちょっとした不便ですが、あ、なんかすごくおしゃれにこう俺の言っていることをまとめてくれてますね、ありがとうございます。僕がよく経験するのはカップのゼリーを開けるときにほぼ必ず中身のシロップがこぼれてしまうこと。それはすごいわかるわ。これから食べようというときにこぼしてしまうと、ああまたやってしまったとがっかりしながら毎回テーブルを拭いています。どうか蓋を開けても中身がこぼれないカップ開発してほしいです。これねわかる、すっげーわかる。あの開けるときに中に入ってる液体がピャッてなるんだよね。これはねわかるけど、これはですね、なんと時俊一克服したタイプの人間でございます。あの
ピャッてなる理由を小学数年生の私は物理的に解明をしたんです。話が長くなりますが少しお付き合いいただきたいと思います。カップがありますね。カップをペリッと開けるときに必ず人間は無意識の中で視点を作るわけですよ。向こう側にね、使わないまでもこうちょっとあっち側を反対側を押さえて向くことがあるんですね。そうなってくると開かない反対側の方を押し込んでるわけですよ。押し込んだらそりゃ中がパンパンにこう膨張しているというかね、自分で押し込んでその開ける側がちょっとぷくって盛り上がってる状態でペリって向いたらそりゃ一番最初に出やすい液体がピャって出てくるじゃないですか。パターン1はこれ、向こう側を無意識のうちにこう視点にして押し込んじゃってるからこっちの開ける側に水がこう出てきてしまうっていうのが1個目のそのピャって出てきてしまう理由。そういうのを抑えずにまあまあペリって向くよっていう時は単純にその向くカップが揺れているんですよね。開ける時ってスンってこう開けた時の衝撃って結構大きいから、開けた時の衝撃でやっぱりこう水ってこうね流動しやすいじゃないですか。その振動ちょっとしたビャッっていう衝撃で最初に水がミャンって出てきてしまう。この2パターンが大きくあるゼリー状のものだ、プリンもそうですよね。そういうものがピャッてこっちに飛び出てきてしまう一番大きな理由だと俺は思っているんですが、じゃあどうすればいいか。僕が提唱しているのは人差し指と親指で開けてくださいの部分を押さえて、最初に開ける部分は数ミリだけちゃって開ける。人差し指のこの曲げてる部分、まあ、これは後で写真で載せるわ。このね、一辺で思いっきりニャって向こうとするからよくなくて、その視点にする場所をできるだけ開けるところの近くに持ってくると、その後ろを押し込むこともないし、思いっきりピャッと開けた時に衝撃が出ることもないわけですよ。その開け方をするとね、マジでピャが少なくなります。これはぜひちょっと皆様に試していただきたい。後でやります。どこかでゼリーを用意しようそんな感じでございます。いやでもわかる。なんつうんでしょうね、僕も思ったんです。これもちょっと便利になりたいなんないかなって。だからそういう時はもうあれだよね、そのものに変わってもらうじゃなくて僕たちが変わるしかない。だけど、まあ、僕たちでやるには限界があるから、さっきも言ったけど、それをその問題を解消してくれるグッズを作ってもらうしかない。だってほら昔開けづらかったさ、こうジャムとかの瓶のさ蓋も開けてもらうグッズが出たじゃないですか。こう大きくギュッてゴムがついててさ、ガチンって開けられるような、ああいう機材をもっと隙間のこの細かなところにちょっと作ってもらえないかな。そういうクラウドファンディングとかやってくんないかな。例えばこのそれこそ僕が言ったパウチになってるものの中身を余すことなく出してくれる機械をこう作りますって企業がって言ったら、そこにこうクラウドファンディングで出資してそのグッズを開発、ゼロから開発してもらうみたいな、そういうクラウドファンディングやってくんねえかな。俺めちゃめちゃ出資するんだけどな。そしたらそういうのはありだと思うんだけど、お待ちしております。皆様そういうアイディアをねお待ちしております。さあ続いてまいりましょう。姉ちゃんよりいただきました。トキさんこんばんは。こんばんは。年末にテレビゲーム総選挙という番組が放送されたそうです11月に行われたアンケート調査の結果をもとにベスト70が発表されたそうで、はあはあはあ、ちなみに私はゲームキューブのソフトであるカービィのエアライドに投票しました。あれはめちゃめちゃ面白い
初めて遊んだゲームということもあり思い出深く、今でもゲームを引っ張り出して遊ぶくらい大好きな作品です。トキさんは好きなテレビゲームをあげるとしたらどの作品を選びますか？なるほどね。1位何なんだったんでしょうね。さすがにマリオとかになってくるのかな。なんだろうね。何度もやりたくなるゲームと、一回やって満足だけど、いやあの作品めっちゃ好きっていうのと、やっぱゲームっていろんなあり方があるじゃない？だから本当に多分選ぶ基準は人って違ってて、姉ちゃんはそれこそ何度もやりたいっていうののベストじゃないですか。だからもっと細かくやるべきなんだよ。あの何度もやりたいゲーム部門、ストーリー最高だった部門、音楽最高だった部門、あのシーンが印象に残りすぎている部門、ゲームの操作性めちゃめちゃ良かった部門、グラフィックめちゃめちゃ綺麗だった部門、いろいろできると思うんですよね。まあそんな話は置いといて話を戻しましょう。僕ね、一番決められないけど、俺の中ではすごく印象に残って好きな作品だったなって思っているのが、ラジアータストーリーズっていうゲームがあるんです。トライエースさんが作っているゲームなんですけど、あのすごくね、こう意見が分かれるエンディングを作られたゲームなんですよ。それが僕はすごい好きだったの。あの結構前だから、僕がね中学校高校1年生ぐらいの時だから、17年ぐらい前かな。意外とちゃんと覚えてるわ。そう、2005年に出たゲームで、あのまあもう多分やれる環境も少ないだろうから言ってしまうと、人間側の主人公なんですけど、ストーリーを追った時に、大きな二択を迫られるんですけど、その二択で今まで一緒に過ごしてきた仲間たちが敵として登場するようになるんですよ。フィールドで戦うものが、今まではモンスターだったり、まあ、当然モンスターもその後も出てくるんですけど、今まで街中で一緒にこうすれ違った人間たちが敵として登場するようになるっていうストーリーで、その後もすごくいろんな衝撃的なことがあるんだけど、っていうのと、そのね、世界観がすごいおとぎ話のイラストタッチで、 3D とも 2D とも言えない、なんとなくね不思議な世界観、あのイラストの表現の仕方と、楽曲がめちゃめちゃ好きで、まあずっとプレイしてたな。だけどこれ好きっていう人俺あんま見たことなくて、なんですけど、なんかパッと今言われた時に思ったのはこれだったな。なんかね、俺好きなゲームとおすすめしたいゲームが全然違うんですよね。その話もまた今度しようかなとか思うんですけれども、なんか違くない、そういうのってって思っちゃうタイプなんです。あ、最近やったゲームとかありますか？やりたくてやれてないんです。なぜって師走だからツイッターでそれこそあの FF の14っていうののアップデートがつい、まあこのラジオを撮ってる時につい先日ありまして、ツイッターでやろうって思ってんだけどみたいな話をしたんですけど、それ以降一回も入れてないんです本当に、いやありがたい、 お仕事が一番好きだから全然いいんですけど、だから終わったらまず最初にやることは、そうですね、お仕事がとりあえずよし、じゃあもうこっから年末お休みってなった時に多分やるであろうものは、そうだね、ファイナルファンタジー14の、今のあの行月のフィナーレっていうんですけども、それの、ストーリーを進めながら年末自分の住んでいる家で、さらに14の中に自分のマイハウスもあるので、年越しは家の中でさらに家にこもって過ごすと思います
そんな感じなんじゃないかなって思います。アプリゲームとかやってますよ結構ね、うん、あの一番今プレイ時間が多いのは多分ドラクエウォーク、次にプレイ時間が多いのはきっと超速グランプリっていうミニ四駆のアプリ、この2つですね、絶対みんなやらないと思うで言ったじゃん、あの好きなゲームとおすすめしたいゲームは違うんだ俺おすすめしたいゲームはいっぱいあるから、またそんな話も今度しようかななんて思っております。はい、ということでお便りたくさんありがとうございました。来年もお便りたくさんお待ちしております。宛先は time@joqr.net までお願いいたします。それではここで今年最後の一曲お聴きいただきたいと思います。最後の曲はやっぱりこれかなって思いました、うん、2021年もたくさんお便りありがとうございました。そして2022年もよろしくお願いします。ということでこちらの楽曲、時俊一で Time with you。眠りを忘れてしまう、そんな夜胸の辺とそっと合わせて僕の声に、ささいでいい、わずかでいい、教えてほしい、喜びも悲しみもどんな君も、それが秘密嘘だって君。
お送りしてまいりました時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れのお時間でございます。今夜もありがとうございました。この後はごゆっくりお休みください。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字でtime@joqr.net まで。タイムの綴りは TIME です。この番組は YouTube 時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは番組 Twitter のお知らせをご確認ください。そして僕時俊一からのお知らせです。時俊一セカンドシングルテレビアニメ大正乙女エンディングテーマ真心に奏でが発売中です。 CD のみの通常版、アニメ版、真心に奏での MV ほか DVD の付く初回限定版、キャニメ版がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。さらに6月13日に実施した時俊一スペシャルリーディングライブ2021トゥルーゲイザーのブルーレイ &DVD の発売が決定しております。発売日は2月16日水曜日、一般流通版とパッケージ絵柄の異なるキャニメ限定版がございます。また初のフルライブ時俊一スペシャルライブ2022真心に奏での開催も決定しています。日程は2022年1月23日の日曜日、昼夜2回公演です。場所は中野ゼロ大ホールです。さらに両公演ともお見送りが決定いたしました。短い時間にはなってしまいますが、心を込めてお見送りさせていただければと思います。ということで143回目、年内最後のタイムウィズユーお送りしました。あのタイムウィズユー、今回ね改めて聞いていただきましたけれども、本当にあの歌詞がこうね2年終わって来年っていうところで身に染みるなーっていう感じでございます。耳を傾けてくれていつも本当にありがとう。うん、ありがとうですよ本当に。お便りたくさんいただけますし、最近は本当に初めて送りますとかそういう方たちもたくさんいらっしゃって、なんかスタッフさんたちもなんかここまで新しい方がいらっしゃるのって珍しいんですみたいなことも言ってくださいました。2021年はいろんなところで皆様とこうお会いできましたし、なんか楽しい1年だったなって思います。2022年はさらにさらに皆様といろんなところでお会いして、また恩返しができたらなと思っておりますので、またよろしくお願いします。お便りもたくさん待っております。ということでお別れのお時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来年も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ、良いお年を。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。